ご視聴ありがとうございます。ちひろでございます。えー、今日もね、えー、レッドデッドオンライン、えー、キャラクタークリエイト全員美人チャレンジやっていきましょう。今日は、えー、遺伝2ですね、えー。やっていきましょうか。えー、ちょっとまあパッと見た感じ。おばあちゃん,、うん。まあでもこれはあれだろうね。ランダムのやつが、そうだね。これ年齢50になってる。うん まあやっていきましょうか。えーまあ、第一回でも話しましたけれども、ね、ある程度決まっているところはありますよと。うんえー、年齢はしわ、えー、をな、えーね、くすために、えー、18歳。ね、これ、年齢、あのー、実年齢どうこうとかあんまり、あのー、ゲームには影響ないです。あのー、これは単純にしわ、うんね、がし、ね、わくちゃのおばあちゃんか、ね、あのピチピチの若い女の子かという、まあ、選択です。 まあだからあれです、あのー、これがね、あのー、年齢が増えていくごとに、まあ、シワがどんどん濃くなっていくと、まあ、考えてもらって大丈夫です、うん。まあね、美人を作ると言ってますから、一応ね、シワのない18歳で、うん、作っていきましょう。体格平均、目の色は、そうだな、もう、決めよう。11にしちゃおう、全部。うん。で、眉毛は、えー、後で決めますね。まず決めておくのは、髪型 ね、髪型を、えー、ボリューム信用にしておきます。なぜかといったら、これは別に、ね、あの好きに変えてください。あの顔が見やすいから、うん、これを選んでいるだけです。はい、ライフスタイル全部、えー、全部、えー、とりあえず、ねえー、なくすと。うん、これ別になしを選ばなくても、この単色っていう方に全振りすれば、あのー、何も見えなくなります。うんね、ご覧の通り、綺麗になりましたね。うん これ、あの後であのもしかしたら遊びでまた入れていくかもしれません。えー、メイクアップ。メイクアップもだいたい決めています、えー。チークなしね。えー、アイシャドウ、えー、ハイライトの茶色。うん、でハイライトの強め。ね、4つ目かな、うんで。アイライン入れない。うん、で唇グラデーションの、えー、強さも同じ。アイシャドウと同じですね。うん、で赤。 これはあの完成したときに、どんなベクトルの美人さんになっていくかで、この辺りちょっと変えていく可能性はありますよというところですね。ここから、まずおおよそ決めていきましょう。眉毛は、そうですね。眉毛はもうあの第1回でも言いましたけれども、3パターン。細い、切り揃った、整った、この3つから私は選んでますと、う。ん まあでもあの使えそうなのもいくつかあるんで、あのそれはねあのご自分の好みで、うん、やっていただければなと思っております。えー、私はとり,えとりあえず切り揃ったりにしとこうかな。<laughs> えっと、そうですね。まずは、えー、普通、えー、狭い、広い、きつめ、のんき、のんきちょっと違うな、こののんきは。普通でいきましょう。 で、大体私は上向きの鼻、最初選択して、口は整った口、えー、下顎と顎先は引っ込んだ顎。うん、引っ込んだ顎なんですけど、ちょっと今日ね、ちょっと変えてみようかなと思う。狭いでいってみようかな。うん。うん。<laughs> で、耳、普通の耳。うん、はい。 で、方は、えツ、ー、八つれたかなヤ、うん、つ売れたにして一回ね、斜めにして見てみると。うん、で、こけたにしてみよう。ね、こけたにして横から見てみよう。うん、やっぱりこけたはもう、あの、ほ骨がもう極限まです奥に行っちゃいますね。ヤ、うん、つ売れたでいいのかな、うん、で、健康な歯。これはもう歯は一択。ね。 これ以外まともな花ですで。髪型はね、さっき書いた通りなんで、こっから作っていきましょう。まずは私は、えー、一発目でも申し上げた通り、えー、下顎、顎先からちょっと作っていきたいよと、ねえー。顎の形、ちょっとシャープにさせるために、えー、高い狭い、えー、顎の出し方、小顔に見せたいので、浅いに振っていきましょう。下顎。うん <laughs> まああの顎先を狭くしたいんですけども顎先を、えー、高く傾斜に全部振ってしまうと結局あのー、エラの高さとあんまり変わ,変わらなくなって、ね、シャープさが出てこないんでちょっとぐらい、うん、ちょっとぐらいはやっぱりね、あのー、伸ばしといた方が、うん、いいかなと思いますで顎の長さ、うん、これも、えー、おでこと の兼ね合いなんで、あとでもしかしたら微調整するかもしれませんけれども、まあ、ここですかね、うん。この辺りかな。うん、はい。耳は変えない。え、ほっあちょっと待って、ここじゃないわ。こから上だった。えー、目と眉。えー、眉の形。そうですね。ちょっと、顔つきがきついのかな。 ちょっとだけ眉毛上げてあげましょうか。眉毛上げてちょっと広めに持っていきましょうか。これでも微妙ですね。微妙にですけども。ちょっとこれでも違うと思うんで。うん、<laughs> ちょっと喉の調子が悪いな <laughs>、えー、眉の高さ、えー、さっきの顎とねあの、見て。まあでもこの遺伝はちょっとおでこ出っ張ってる感じするんで。ちょっと と抑えめにしてやった方がいいのかな。うん、こんなもんですかね。うん、目の大きさ、うん。目の大きさ、大きくない方がいいな、この子は。うん。うん、そうですね。もともと多分、あの、上のね、上まぶたがちょっと大きい、うん、遺伝みたいなんで、これちょっと、うん、抑えめにいった方がいいのかもしれないです。うん でまあ、幅はね、幅広くして、ね、目をちょっとクリッとさせると。うん、垂れ目、きつめ。深さも、深さもあの限界まで振っても問題なさそうですね。うんまあ、でもちょっとだけ、うん、ちょっとだけ出してやりましょう、うんで。釣り目、垂れ目、あんまり釣り目じゃない方がいい。もうそもそもきつい顔立ちなんで、ちょっと垂れ目具合の方がいいのかな、うんで。目の位置、ね。 そうですね。この子は、ちょっと中に、パーツがより気味な気がするんで、ちょっと外側に避けておきましょうか、目を。でですね、まあ、一発目でもね、まあ、教えました通り、教えたというか、えー、言わせていただいた通り、あの、目を、えー、顎とね頭のてっぺんの中央ぐらいがいいんじゃないかと。私のゴールデンバランス。ね、もうちょっと下かな、うん、このあたりですね。うん まあ、大体でいいですよ、これ。うん、で、花。えー、鼻はちょっとね、あのー、ちょっと、あ、でもあれだな。限界まで伸ばしてここか。うん、鼻がちょっと短い気がしますね、この子は。うん、で、えー、っと、鼻筋もちょっと太い、太気味なんで、うん、ちょっと押さえてやった方がいいのかな。うん、こんなもんですかね。うん、鼻の形。 長さはちょうどいいでしょう。うん、右左はいいね。もう骨折したの下りもいいよね、うん。いらないよね。はい、で、ちょっとねあの上、上向きすぎなのかな、鼻先が。うん、ちょっと下げてやって、うんね、そうするとちょっと鼻も下がってきたように見えますんで、うん、まあちょっとバランスよくなるかなと。うん、どうでしょう。 ちょっとね、あれだあの、ゲームに落とし込むとね、あの鼻の高さがねあの、こっちの設定よりもちょっと長くなるような気がしたんで、ちょっと短めに持っていきましょうか。うん、自分が理想としている長さよりもちょっと短めに持っていきましょう。うん、<coughs> こんなとこですかね、こんなとこだ。うん弱地 唇はね、前回と比べたらある程度は触りやすい気がする、うん。ちょっとだけ前に出してやりましょうか。うん。うん、で、口の位置をちょっと高く持って。うん、で、上唇の形、幅広の厚い、ね。下唇の形は厚めの、厚めの狭い。うん で出具合下唇を引く。あ、こっち逆だった。そう逆なんだこの、うん。こんな感じかな、うん。こんなもんですかね。もうちょっとでも、もうちょっと口の位置上に上げてえな,な。でもまあ、そうなっちゃうと今度顎が長いみたいな感じになっちゃうか。うん、まあ、いいのではないでしょうか。うん、えー、っと。 ちょっと下顎を狭めようか。狭めるところ、こ長さを、うん、ちょっと戻そうか。こんなもんで。うん。で、ほっぺた。えー、っと、えー、頬骨の形、えー。そうですね。ちょっと上に上がりすぎてるから、真ん中。まあ、狭いに越したことない、ね。こう、あの、頬骨がね、張っちゃうんで。 そうですね真ん中ぐらいでちょっと様子見て、うん、ちょっと一番高くしてみましょうかはいでこの画面まで戻ってほっぺた決めるときは必ずこの画面まで戻って斜めで見てください、うん、これ必ずやってくださいちょっと出て出過ぎてるかなまあそんなに悪くはないけどもちょっと押さえた方がいいでしょうちょっと押さえましょう、えー、こんなもんでいかがでしょうかこんなもんで、うん、こんなもんでいかがでしょうか うんいいバランスではないでしょうか。うん、ね卵、逆卵型になってるでしょ、うん。これが理想的です。はい、えー、じゃあ、そうですね、えー、ちょっと今日は、あの、<laughs> あ、ちょっと待って、眉毛ちょっと変えてみていい ちょっと整ったのがいいかな、うん。整ったで行ってみようか、うん。で、ちょっとね、今日髪型ちょっといじらせてほしい、うん。せっかくだからね。あんまりでもあの顔を見るのに邪魔にならないような、うん、髪型でちょっとだけ遊ばせてほしいよ。 こんな感じでしょうかうん。赤毛。赤毛がいい感じするな。それに合わせて目の色もちょっと変えてえな。目の色もちょっと明るい青に変えたいね。いいよ。いいですね。で、ちょっと、あれだね。化粧も載せよう。え、チーク。 ホテり。ほんとにちょっと見えるぐらい、うんで。ファンデーションもちょっと影響あるぐらい、うん。こんなんでどうでしょうか。よろしいんじゃないですか、うん。で、口紅ちょっと淡くしたいですね。はい。うん、こんなんでしょう。うん、アイラインか。アイラインも。アイラインいいな。 ちょっと本当に薄く入れとこうか、うん。よし、こんなんでいかがでしょうか。肌の色。うん。うん、血色がいいほうがいいよね、うん。よし、こんなでございます。いでに、いかがでしょうか。ね。さて、じゃあ、レシピの方うん。お見せしていきましょう。 saw in a board and I'll cut it I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it well we worked so hard to build a little house together in the snow or the rain or the ice cold wind whenever and no matter what the weather we're together <laughs> ちょっと待ってーあー好きです俺この子 <laughs> あれいいですねおばあちゃんじゃないな全然いやでもやっぱりちょっとある顎はちょっとたるんでるけども顎ちょっとゆたるんでるな横かふふ <laughs> あーここだけだな、でもここだけですね、なかなかにいいですよ。あーいいな、スカリーに似てる、あのスカリー捜査官っていうね、あの X ファイルのね、まあ、なんていうのかな、主人公にねあのついていくヒロイン的な存在、まあ、ねそんな若い人じゃないんですけど、<laughs> ちょっと似ている感じするな、なんかね、ああいう感じの顔の人好きでね。 そんな話をしている場合じゃない。悪くないね、うん。いいですよ。なかなかうまくいけたんじゃないでしょう。やっぱりあれだね。あの、整った眉毛の方が、うん、揃った眉毛だっけ整った眉毛だっけ、うん、の方がいいですね。ちょっと、うん、あのはっきりする目が。うん、あ、素敵です。 いいの <laughs> 賞賛しか出てこない。<laughs> よしじゃあ、ね、こんな感じで。あたわかったわ。今日も行くの今日も行くほれ。もういいかい。毎回行こう。毎回ほれと一緒にあの、ね、エンディングにしましょう。俺そっちに乗った。俺そっちに乗った。これ俺そっちに乗った。これはったよたなんた。で痩せこけたのゲットに。 痩せこけた老婆だっけはい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 、はい、よしじゃあ今日はここまでね、えー、第2回いかがでしたでしょうか第1回第1回はねちょっとやっぱり唇がね、うん まあちょっとなんでしょうねもうちょっとやっぱり厚ぼったい唇だったらうまくいったかなっていう感じでしたけどまあねそんなに悪くはないはずなんでんまあ第2回どうですかあの思ってたよりねあの最初あの素材見せられた時はもうどうにもならねえなと思ったんだけどまあ頑張ってみたらやっぱりねあの多分ね頑張ったらどの。 あのなんだろう、ベースでも、多分美人さん作れますね、意外と厳しめの戦いなんじゃないかと思ったんだけど、このねあの前半1 0戦、男性キャラはねちょっともうちょっとごまかし聞くかなと思ってたんですけど、女性キャラはごまかし聞かないからね、まあね皆さんのえ皆さんがどうねあの判断するかは分かりません、美人さんっていうのはね、美人という概念はねまあ人それぞれあるもんですから、う。ん 私の中ではこれがいいなと。うんまあ、いう感じ。まあね、あんまりね、あのー、なんでしょうね。キャラに合わせてね、あの調整する部分はあるんですけども、基本的にはね、あのー、大体いい決めてるところは同じです、うん。守るべきところを守れば、まあ、似たような美人さんにはなるかなと。あ、今日はそこまで行くうんじゃあ、つなぎ柱にね、えー、縄を。 かけたところでご視聴ありがとうございましたお疲れ様ですムービーに入るな